海辺の女系は、杉義春による日本の漫画作品。1967年9月に、ガロに発表された全27ページからなる短編漫画作品である。舞台となった、八幡岬若い男女のさりげなくも、淡い出会いを描いた名品。杉らしい屈折した男女関係が、陰影深く、千葉県大原の海岸を舞台に淡々と描かれる。独自の女情性,性と、 この暗さを内包し、次の作品中でも、まとまりの取れた印象的な修作として評価が高く、ネジ式に次ぐほど熱狂的なファンの支持を受けている。告げはここに、チーコと共に初めて大人の男女の関係を描いた。こうした恋愛ものはそれ以前の他の漫画家の作品にも、描かれたことはなく、新しかったと、告げ自身も回想している。この年には、 告げにしては多作で以下の告げを代表する7作品が発表されている。作品の舞台、千葉県大原の漁村。告げが幼少期の一時期を過ごしていたこともある。当時、実生活では、告げは女性との付き合いはなく、ストーリーは完全な創作である。しかし、それ以前の1960年に知り合い、同棲していた女性が不倫をし、 その後離別をした経験から恋愛に関しては、屈折した思いを抱いていた。昭和40年頃には、母と千葉へ行き、親戚の家に宿泊しところ店を食べているが、その際の印象が下地になっている。また、1966年4月には、友人の立石慎太郎と房総方面への旅行も行っているほか、立石とは何度か房総方面へ旅行をしている。当時の告げは、 旅を盛んに繰り返し強い印象を抱き、その後多くの旅物に結実させたが、この作品はその方がお予感させる作品の一つ。ラストシーンの雨の降る暗闇で、主人公の男性が一人、泳ぐ駒は見開きで描かれ、印象深い。作品の舞台となった千葉県大原の海。主人公の青年は、この辺りの海で雨の中を泳いだ。東京の薄暗いアパートに住む、 主人公の青年は母親に誘われてやってきた暴走の海でショートカットの美少女に出会う。20年ぶりに訪れた両市長の思い出話や岬のそばで土左衛門が上がった話などをする。明日も来ると尋ねる少女にお昼過ぎにと科目に答える青年。翌日、激しい雨の中海辺のボート小屋で待ち続ける青年。 諦めて帰ろうとする瞬間に駆けつける少女。青年は、おばの作った三つ豆を差し出し、二人で食べる。少女は勇気を出して、自分でデザインしたビキニを着ていた。二人は誰もいない海で泳ぐ。雨は止まない。あなたいい人ねと褒められ、降りしきる。雨の中の海を一人泳ぐ青年。先に海岸に上がったビキニ姿の少女は、傘を差し浜辺から声援を送る。あなた素敵よ。 いい感じよ作品には、大原の漁村の佇まいが、徐々豊かに描かれ、タコのエピソードも登場する。八幡岬からの展望。杖吉春は、この場所を好み、石子純蔵らを案内した。杖の作品にはしばしば地名が実名で登場するが、この作品には、一切書かれてはいない。1967年当時、ガロの編集者であった、今度お進むは、 次からこの作品を手渡され、読み置いた際に、作品に描かれた場所が、外房のどこかではないかと察し告げに尋ねたところ、大原町であることが知れた。え、大原やっぱりと返事をするゴンドウに次は、知ってるんですかと驚く。その後6年前、大学生であった20歳そこそこのゴンドは、大学の恩師の勧めで、大原へ旅をし、 大原漁港の風情や漁港南端の高台から見る海の美しさに魅了されていた。権ンは外房でも大原は気に入っている胸を話したところ、次は権ンに、ヤワタに行ったかどうかを尋ねた。この時、権ンは初めて漁港南端の高台のある場所が、ヤワタだと知る。作中に真っ黒に塗りつぶされ、シルエットになった高い岬の上から魚を釣り上げる。 男の縦長の駒があるが、それが、八幡岬である。実際には20から30メートルの高さがあり、釣りなどできる状況ではないが、大変印象的であり、表現上大きな効果を上げている。さらに八幡岬から西へ続く断崖の海岸線の素晴らしさを、次は強調して話した。次が海水浴をする際には、大原の海水浴場だけではなく、この八渡岬から、 西の地元の人しか知らない入江にも訪れるという。作中、この海辺は母親の生まれたところですと主人公の青年が少女に話すと少女が青年に懐かしいでしょうと問い返すがいや全然覚えていないと答えるシーンがある。ゴ藤はこの会話などから次の大原への思い入れを察した作品の舞台となった大原の街並み。この後次とゴ藤は 数十年にわたる付き合いをすることになるが、会話の中で、大原の話が幾度となく出ることになる。ゴ藤はその後も、幾度となく大原を訪れている。海辺の女系の発表後、5、6年経った頃には、ゴ藤の発案により、告げをはじめ一子順作り、山根さ夫、を、かじい順、杖たを、桜井正一の7名で、大原への一泊旅行が企画されたことがあったが、 様々な都合で計画を流れた。作中に描かれる大原海水浴場は1970年頃の漁港の拡張工事により、塩田川より北へ場所を変えている。作品に描かれた当時は漁港に隣接する小さな海水浴場であった。八幡岬は現在も当時の姿のまま残されているが、昔から自殺の名所で、作中でも岬のそばで漁船の網に、 母子の土左衛門がかかるエピソードが描かれている。杉義春漫画術、杉義春を旅する、高野心臓、芸術新潮2014年1月号。ありがとうございます。